アイアンブリッジは、イングランド中西部、シュロップシャー州の集落。セバーン川に臨み、アイアンブリッジ峡国の中心に位置している。行政上は、テルフォードリーキンのカウンティバラ、ザ・ゴージの行政パリッシュに所属している。アイアンブリッジという地名は、この集落にある有名な鉄橋、アイアンブリッジに由来する。 全長およそ30メートルの中鉄製のこの橋は1779年に佳強され1781年に開通したアイアンブリッジ周辺の一帯は産業革命が生まれた場所という宣伝文句の観光地となっている。これはコールブルックテールで製鉄業を営んでいたエーブラハムダービーがコークスを用いた鉄の精錬技術を完成させ 精廉な製鉄を実現したことを踏まえた表現である。しかし、産業革命はどこか特定の場所で生まれたというわけではなく、各地で始まった現象であった鉄道の身長、防石機食器その他の産業機械類の発明や、様々な活動実践が国中で展開されていた。ダービーによる鉄の精錬技術は、そうした全面的な革命のごく一部に過ぎず、しばらくすると、 他の大規模な製鉄産業地域の没効によって影は薄くなったが、同種の手法で最初に中鉄を製造し、現在まで施設が残された数少ない事例の一つであり、産業時代の夜明けを表す重要な象徴として残されている。初代のエイブラハムダービーの孫、エイブラハムダービー三世は、二つの地域を直結させるべく、トマス・ファーノルズ・プリチャードの原案設計により有名な、 橋を建設した。建設は1779年に始まり、1781年の元日に開通した。その後まもなく、古来存在したまで例の市場が、新たに建設された広場とジョージ王長期のバタークロスに移され、それまで家もまばらでマデレーウッドと呼ばれていた集落が、新たにアイアンブリッジとして計画的に都市化され、コールブルックデールンデンの商業や、 行政の中心となった。鉄橋をかけた事業主たちは、新しい橋をはじめ、セバーン峡国の産業景観を訪れる観光客を宿泊させるために、トンティーンホテルを建設した。川に臨む丘の斜面には、リンカーンヒルに16世紀に建てられた石像の狩猟小屋や、17世紀から18世紀にかけての労働者の住居、アイアンマスターたちや炭鉱、 運河の橋家けなどの所有者たちの堂々たるジョージ王長期の住宅、地元で製造された多彩な着色レンガやタイルを用いた数多くの初期ビクトリア朝の屋敷。1837年建立のセールーク教会は国境財務委員会の出資によって建設された簡素な作りのいわゆるコミッショナーズチャーチでマデレーのサミュエル・スミスが建設に当たった。この教会には シュルーズベリーのデイビッド・エヴァンズによるステンドグラスが設置されている。1847年にマデレーから分離したパリッシュが設けられると教区牧師の生殖録が寄付されるようになったが、現在ではヘレフォード教区の一部として隣接するコールブルックデールやリトルウェンロックと統合されている。鉄橋の南側にはハートルベリーからシュルーズベリーまでを結んでいた。 グレートウェスタン鉄道セバーン共国線のアイアンブリッジブロズレー駅跡が1966年まで残っていた。サッカーイングランド代表の首相を務めたビリー・ライトはアイアンブリッジ生まれである。アイアンブリッジ修復前のアイアンブリッジ19世紀のアイアンブリッジにはベンジャミン・ディズレイ・リオ、はじめ数多くの著名人たちが訪れていたが20世紀半ばまでに この集落はすっかり衰退していた。しかし、1986年にユネスコの認定する世界遺産となったアイアンブリッジ峡国地域に含まれたことから、アイアンブリッジはシュロップシャー州内有数の観光地となった。アイアンブリッジの産業の大部分は、現在は観光関係施設となっているが、1930年に創業したテディベア製造業メリー層は、 現在もアイアンブリッジで創業しており、小さな博物館も設けられている。集落には、現在も郵便局、薬局、様々なパブ、カフェがあり、その他数多くの小さな店が繁盛している。2003年7月10日、女王とエディンバラ公は、シュロップシャー州を訪問し、アイアンブリッジも訪れて、自身で橋を歩いて渡った。例年8月には、セバーン川で、 コラクルというかつてとかに用いた小船のレガッタが行われるほか、年間を通して数多くの行事が開催されている。これはコラクルを製造するロジャーズ家が何世代にもわたってアイアンブリッジに定住しているためである。アイアンブリッジに隣接するコールブルックデールにはバーミンガム大学とアイアンブリッジ、峡谷博物館トラストの提携によって設けられたアイアンブリッジインスティチュートがあり、 文化遺産に関する大学院教育や職能研修を行っている。アイアンブリッジはシュロップシャー州内の各地と同様に毎年繰り返されるセバーン川の氾濫という問題を抱えている。以前の洪水によって2軒のパブや様々な住宅があったザウォーフェジ一帯は損害を受け崩壊した箇所もある。2004年2月から 環境食料省が環境局と協力して洪水地に設置する下半式の防水板等の設置を進めている。洪水のピーク時には防水板の底から1メートルの高さにまで水が達する。ありがとうございます。